ケイン、みなさんこんにちは。こんにちは。今日はね、見て見て、立派な竹林に来ているよ。わーい、竹の子、ニョキニョキ、ニョキ。よし、今日は竹の子掘りをしておいしいお料理作っちゃおう。今日はね、お友達のカティちゃんも一緒にタケノコ掘りをするよ。わーいわーい、楽しみだね。There's another one! Is this one tasty? ちょっと大きいかな。この先がイエローになっているのが美味しい。オッケー、もっと美味しい。あ、そこにあるかもしれない。これは、ちょっと黄色くてこれがいいかも。オッケー。じゃあここで問題だよ。ででん、この可愛いタケノコさんはいつ竹になるか知っているかな。1番、根元が黒くなった時。2番、全部の皮が落ちた時。3番、高さが3尺以上、約90センチになった時。さあ、どれかわかるかな。竹さんいっぱいあるよ。この竹になる時はいつかな。いつ竹になるのかな。ディン、正解は2番の全部の皮が落ちた時だよ。竹の子さん、脱皮して竹になるの。うん、そうなの。実はこの皮が竹と竹の子を分ける境界線なんだよ。竹の子はね、背が伸びるにつれてどんどん皮が1枚ずつ剥がれ落ちて、全部落ちる時には竹になっているんだ。竹の子はまさに脱皮して竹になるんだね。そうなの。うん、竹の子の皮は何枚も重なっているけれど、これは動物などから身を守っているためなんだよ。身を守っているんだね。バリア。植物は太陽の光を浴びて栄養を作って成長しているね。でも竹の子さんは、じゃん、タケノコさんはね、地下に埋まっている地下茎と直接つながっていて、ここから栄養をもらって成長しているんだ。タケノコさん、地下につながっているの。でもね、いつも掘りに行く人すごい、みんな強いね。大変だね。いや、無印発見。この紫のボコボコ、何それ。これが掘る目印なんだって。おお、タケノコの下の部分で、うんうんうん、こっからボコッと、行くよ。ついた。あ、これじゃない。動いた。あれだ。うわ、動いたよ。ぽい。やったー。これで取れた。やっと取れた。イエーイ、やった。で取れるもんだったんだね。飛び箱みたい。根元には黒くてポツポツした部分があるんだね。じゃじゃーん、タケノコ取れたよ。やったー。じゃあこのタケノコを美味しくお料理しちゃおう。キラキラリン、レッツゴー。キラキラキッチン到着。よし、おいしいタケノコ料理作っちゃおう。わーいわーい、重い。今日はね、タケノコの土佐煮を作っちゃうよ。土佐煮？うん、土佐煮っていうのはね、高知県の土佐名物の鰹節で、お野菜などと一緒にお醤油で煮込んだお料理のことを土佐煮っていうんだ。鰹節の旨味とタケノコがとっても合うんだよ。おいしそうだな。よし、キラリ、いくよ。トゥイン、クッキングショータイム。はい、まずタケノコを茹でていくよ。タケノコはね、収穫された直後からアクが増していく食材なんだ。アクはシュウ酸とホモ原チジン酸という物質からできているよ。シュウ酸、シュウ酸、ホモ原チジン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 酸。アクはえぐみとしてお料理に影響しちゃうよ。なるほど。じゃあこのえぐみを取り除くために、じゃじゃん、米ぬかを使うよ。米ぬかはね、玄米の表面を削って精米すると出てくる粉のことだよ。米ぬか。米ぬかに含まれるカルシウムによってタケノコのえぐみを和らげることができるんだ。あとね、米ぬかの脂肪分やアミノ酸がタケノコの旨味成分を引き出してくれるんだよ。旨味も。うん、米ぬかさんすごいね。すごいね。は
ゃあタケノコの皮を下から3枚ぐらい剥いでいくよ。皮を剥くんだね。わあ、大きい大きい。お、ほっ。ててて。うわあ、大きい大きい。はい。三枚目。ね、タケノコの皮大きくて分厚いね。毛もふさふさいっぱい生えてるよ。キラリ知ってた？タケノコの皮にはね、サリチル酸という殺菌効果のある成分が含まれているんだよ。サリチル酸？だからね、昔はおむすびなどを持ち歩くときにタケノコの皮で包んで持ち歩いてたりしたんだって。キラリ、おむすびコロリンっていう昔話知ってる？おむすびコロリン。おばあさんがおむすびを持ち歩くときに使っていたものもタケノコの皮なんだって。絵本で見てみる。根元を切り落とすよ。タケノコの根元に黒いイボイボがあるときは包丁で取り除いてね。取れたては紫色だったね。よし、そしたらタケノコの先の部分、だいたい5センチぐらいを斜めに切り落とすよ。硬い。頑張るよ。硬そうだ。ほっ、すごいよ。いっぱい渦巻いてる。よし、そしたら縦に深さ2センチぐらいの切り込みを1本入れるよ。切り込みを入れることで火の通りが早くなんだ。あとね、茹でた後に皮を剥きやすくなるよ。ちょっとトゥインクルさんの鍋に入らなそうだからもうちょっと根元切り落とすね。よいしょ。パカー。わー、見て見て、真っ白くて綺麗だよ。タケノコジャムライ。えへへ。はい、鍋にタケノコさんを入れてかぶるくらいのお水を入れたよ。お水たっぷり。タケノコさんぷかぷかだね。重いから気をつけてね。よいしょ。そうしたらタケノコさんがかぶるくらい米ぬかを入れるよ。米ぬかさん、よいしょ。あとはじゃん、赤唐辛子も入れるよ。赤唐辛子。赤唐辛子にもね、タケノコのえぐみを和らげる働きがあるんだって。そしたら中火にかけるよ。中火だね。うん、弱火、中火、強火の中くらいの火。中くらいの火。このままお鍋の水が沸騰するまで中火にかけるよ。わあ、大きい泡がぐつ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 ボコボコぐらぐら言ってきたよ。わあ、沸騰の合図だ。よし、そしたら火を弱火にするよ。タケノコさんは浮いたり飛び出したりしやすいので、お皿なので落とし蓋をするよ。熱いから気をつけてね。落とし蓋。そしたらこのまま40分から1時間ぐらいコトコト煮ていくよ。長い時間お風呂に入って美味しいタケノコさんができるんだよ。はい、40分経ったよ。根元の部分に竹串を刺してみて、スーッと入ったら OK だよ。刺してみるよ。竹串スッと入るかな。スッ、せーの、スッ。竹串入ったよ。入ったね。よし、そしたら火を止めて冷めるまでこのまま放置するよ。火を止めた後も茹で汁の中に入れておくことでアクがさらに抜けるんだ。そしてしっかり冷ますことで茹で汁に出た旨味をタケノコの身に戻すことができるんだ。しっかり冷ますことが大切なんだね。はい、タケノコが冷めたので皮を剥いていくよ。まずぬかをきれいに水洗いして取り除くよ。よし、そしたら皮を剥いてみるよ。わあ、柔らかい。すごい、スルスルスル取れたよ。ここまで取れた。スルスルスル。スルリンカ。また取れたよ。いっぱい取れる。わあ、皮がたくさん。お、はい、ここまでいったよ。いっぱい剥けます。いっぱい剥けたよ。おお、下の部分と合わせてみると、うわ、こんなに大きい。よき、キラキラキ、タケノコ、よき、ででーん、タケノコ茹で上がったよ。じゃあ早速タケノコ切ってみよっか。うん。タケノコの中にはね、将来の姿が詰まっているんだよ。タケノコの中
うん、じゃあその秘密をパカッと割って見てみようか。うん、シャキーン、ドキ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 、パカオープン。わあ、お部屋がいっぱい。わあ、中にはいっぱいお部屋があるよ。竹には節が約60個あると言われているよ。60個も？うん、全ての節に細胞が分裂して成長する成長点と呼ばれる部分があるよ。成長点？それぞれの節が1日に数センチ同時に成長するよ。ピークの時には1日に1メートル以上伸びることもあるんだって。ね、キラリも大きくなりたいよね。どこが伸びるんだろうね、キラリ。この先端に近い部分のことを穂先というよ。ここは根元の部分。この穂先の周りを包んでいる柔らかい皮の部分のことを姫皮というよ。姫皮。お姫様。お姫様。とっても柔らかくて美味しいから捨てないでお料理に使うよ。今日はお味噌汁に入れてみようかな。よい、それじゃあいよいよタケノコの土佐煮を作っていくよ。タケノコの穂先の部分はくし切りにしていくよ。美味しそうだな。ででん、もう半分にカットしてもいいけど、今日はせっかく大きいタケノコだからこのまま使おうか。うん、根元の部分はいちょう切りにしていくよ。厚さは5ミリぐらい。くし切り。タケノコいい香り。ちょっとお味見。土佐煮といえば、じゃん、かつお節。かつお節を軽く煎っていくよ。からいりすることで香りと風味がとっても良くなるんだ。じゃあお鍋にかつお節を入れて弱火でゆっくりとからいりするよ。わわ、かつお節が踊っているよ。ゆらゆらダンシング。うん、だからかつお節はダンシングフィッシュフレークスとも言うよ。かつお節がカサカサ音がするようになったらお皿に戻すよ。うん、いい匂い。だし汁1分の1カップ加えるよ。へえへえへえ、俺様は野菜いやいや怪人、野菜料理をするだと。邪魔してやる。キラーン。1分の1カップって何ミリリットル？わからないなら測らせないよ。どうしよう。大丈夫だよキラリ。2分の1というのは2つに分けた1つ分という意味だよ。1カップは何ミリリットルかな？200、200ミリリットルだ。うん、じゃあ200ミリリットルの半分はいくつかな？100ミリリットルだ。計量カップさん、100ミリリットル測らせて。いいよ。わーいわーい、これで測れるね。ちっ、ちくしょう。今回は失敗したが、これからも邪魔してやるからな。覚えてろよ。野菜いやいやギラーン。よし、そしたら煮汁を作っていくよ。鍋に調味料を入れるよ。じゃあまずはお酒大さじ2杯、みりん大さじ2杯、お醤油大さじ1と1/2大さじ1の半分だね。お砂糖大さじ1/2を加えるよ。あとはだし汁を1/2カップ加えるよ。調味料を全部入れたら火にかけていくよ。煮汁がふつふつしてきたね。ふつふつ煮立ってきたらたけのこを入れるよ。タケノコも入れて、またふつふつ煮立ってきたら弱めの中火にするよ。中火だね。落とし蓋をしてコトコト10分ほど煮ていくよ。コト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 、楽しみだな。はい、オープン。いい香りがするよ。煮汁がまだ多いお友達は落とし蓋を外してもう少し煮込んでみてね。汁気もだいぶ少なくなってきたね。火を止めるよ。さっきから入れした鰹節をクシュクシュって潰しながら入れていくよ。
いい音。かつお節が入ったら軽く混ぜていくよ。おいしそう。冷めるときに味が入っていくよ。冷めたら土佐煮の完成だよ。じゃあキラリにもう一つタケノコを切ると白い粉が出てくるときがあるよ。その白い粉なんだと思う？白い粉なんだろう。タケノコを切ったときに出てくる白い粉は旨味の元であるチロシンというアミノ酸の一種なんだよ。チロシン？うん、チロシン。チロシンはね、脳や神経の働きを活発にしてくれて記憶力や集中力を高めてくれると言われているよ。タケノコには他にも食物繊維やタンパク質、カリウムなども豊富に含まれているよ。わあ、タケノコさん栄養いっぱい。キラキラリン。はい、タケノコの土佐煮できたよ。できたよ。パンパカパン。すっごいいい香りがするね。じゃあ早速いただきます。いただきます。おお。うん。お先の部分は柔らかくて美味しいところだよ。美味しい。甘くて柔らかくて鰹節の風味もすっごく美味しい。キラリもどうぞ。おいしい、うん、美味しいよね。取れたてのタケノコで最高だ。じゃあ根元の部分もいってみるよ。程よい歯ごたえがある部分だよ。うん、うん、サクサクシャキシャキサクサク、うん、食感が最高。場所によっていろんな食感と味が楽しめちゃうね。どんなお料理が合うか考えるのも楽しいね。そうだ、タケノコの姫皮で作ったお味噌汁、はあ、姫皮やわらかい。お姫様の皮。柔らかくて甘くてお姫様の皮だ。おいしい。タケノコさんの場所によって味も違う、食感も違う、いろんなお料理ができそうだね。タケノコ掘ってタケノコのお料理して楽しかったね。うん、カティちゃんと一緒に掘ったね。でもタケノコ掘るのあんなに大変だと思わなかったよ。全然根っこが出てこなくて、うん、うん、とても疲れたね。タケノコ掘りはもう運動会みたいだね。うん、朝早く起きてタケノコを頑張って掘ってみんなでお料理して食べるからもっと美味しく感じるね。とっても楽しかったよ。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーでまた笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。みんなも今日作ったタケノコの土佐煮ぜひ作ってみてね。タケノコを掘る機会があったらぜひ体験してみてほしいな。うん、とっても楽しかったよね。うん、次はどんなお料理作ろっか。みんなの作りたいお料理もツインクルさんに教えてね。待ってるよ。バイバイ。キラキラリン。リン。じゃあ最後に僕とあっち向いてホイだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。